はい、どうも秘密結社ひがめ総帥ハッチでございます。今回は中日新聞杯ということで中京の G3 ですね、こちらの予想をしていきたいと思います。まあ、ハンデチェックをして予想をしてということで、ね、まあ、ある程度原稿は一致するようにというか、まあ、この馬いいって思ったって言ってハンデチェックで言ってる馬をこっちでは全然無視ってことはあんまないようには、ね、してます。まあ、その上でねこんな予想にはしてみました。まずはですね、軸はボッケリーニ、まあ、別邸オープン連続2着ですからね、55のハンデで出られるんだったらまあ実績上位でしょう、実力上位でしょう。それでまあね、まだ実績薄い昇級3戦目、まあ昇級3戦目っていうのはね、大体まあクラス慣れってことを考えると一番狙いやすいタイミングですから、ここは狙っていきたいと思います。まあ、そして9番ベロックス、まあ実質的にハンデ1キロ減ったタイミングってこういうふうにも言えますからね、ハンデ1キロ減のタイミングは買いというふうに言えてしまうわけですよ。もちろんね、ふざけたハンデ戦の登録の仕方したなとは思ったわけなんですけども、まあそれでの前走やっぱきつかったし、まあ、今回は1キロ軽くなるというところは評価したいと思います。まあ、そしてグロンディオーズ、こっちはねやっぱ故障明けなんですが、故障明けそろそろフルスロットルというぐらいレース数こなしてきました。まあ、そしてねオープン入り確実みたいな感じのね、まあ、いい戦績でポンポンポンとオープンでも活躍するんだろうなというぐらい順調に準オープン突破してきましたし、まあ、故障を取り返すぐらいの活躍は期待したいなと思っております。そして14番シゲルピンクダイヤ、まあ、距離延長ダイワメジャー3区って2000の重賞じゃどうなのというところだけが気がかりなんですが、まあ、逆に気象的に、ね、ここで抑えが効くようになれば、まあ、今後も、ね、また楽しみは広がってくるのかななんていうふうに思います。そして18番サトノソルタス、まあ、G2 2着と実績上位の馬、まあ、前走の、ね、大敗も G1 だからというふうには言えてしまうと思いますし、まあ、休み明けっていうのもね最近は大きく長く休んでもねあんま気にする必要はないかななんていうふうに思っています。まあ、そんなわけでね今回の予想の方はねこんな感じでいきたいと思います。まあ、そしてキーワードの方ですね、ひらめき王はな、これはね別動画で明日一応朝一に出したいと思ってますが、これがですね固め打ちの決闘というような形でやっていきたいと思います。以上ハッチーでした。